はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ついに、自分が買った12インチのレーサーバイクのファーストレビューを語っていきたいと思います。この YCF というメーカーの GP157 というモデルを買ったわけですけども、この GP シリーズは125と155と190の排気量の3種類があるんですけども、今回は真ん中の排気量を購入しました。はい、それではですね、まず最初に車体を軽く紹介していこうかなと思います。前からざっとですけどね、見ていきましょう。カウルはフルカウルじゃなくて、ヘッドライトとライトじゃないですけど、ヘッドカウルとサイドカウルが別体式になってますね。で、倒立フォークがついてて、フロントホイールは 2.15 だかリム幅、ちょっと細いんですよね、らしいんですよね。で、出荷時は110の幅のタイヤが入ってるんで、ちょっとタイヤがね、プロファイルがとんがっちゃってるみたいな話を聞きました。で、ディスクはフローティングディスクが一応ついてて、フォークの下側にコンプレッションのダンピングのつまみと、トップはね、まだちょっと調べてないんですけども、R って書いてあるんで、リバウンドなんですかね。このつまみと、あとそれとは別に真鍮のね、このマイナスで回すつまみがついてます。まあ、こんな感じですね。で、トップブリッジは削りだし、で、セパハンのハンドルが結構ね、垂れ角とか絞りとかが調整できるこのクランプになってて、これは非常にいいかなと思いました。で、クラッチの距離もこれでワンタッチで変えられるし、キルスイッチはこれでね、これが外れるとエンジンがストップするようになってます。で、ワイヤーのアクセルで、ブレーキは横置きマスターで、メッシュホースですね、メッシュホースが入ってます。そして下側、GP の特徴としてはね、ここにフロントスタンド兼、スライダーになるものがねついてます。そしてラジアルマウントキャリパーで、合わせ2ピースのキャリパーがついてます。で、まあ、水冷だとここにラジエーターのコアがあると思うんですけど、ここが単なるカウルになってて、これはね、取り外すことができます。そして面白いのは、マフラーが腹下についてて、ぐーっと横向いてサイドからね排気するようになってます。ただこれがですね、サイドにぐーっと曲げているこのパイプが内側にそのままサイレンサーの中に入ってて、これはバッフルになってるんですけど、これを取るとね、かなりの排圧なんですよね。で、これ取っちゃうと横に排ガスが出ないで前に出ちゃうんで、まあ、このカウルを外すかなと思うんですけど、そうすると今度排圧がタイヤにかかっちゃうなっていうのがね、どうなんだろうっていう悩みがちょっとあります。で、まあ、パワーフィルターみたいのもついてて、で、面白いのは燃料コックがですね、これ左側に見えると思うんですけども、なんとこれ右側にもコックがついてるんですね。で、まあ、キックスタートオンリーで、 150cc の方はキックは結構軽いですね。で、 GP 専用のこの面白いフレームになってて、シートフレームは別体式になってます。はい、そしてタンクキャップはクイックアクション押して回すタイプですね。こうやって、で、また押して回すとロックされると、こういうね、削りのパーツがあちこちあって、トップブリッジとかね、目につくところに削りのパーツが意外と多くて、まあ、テンション上がりますね。で、ガソリンタンク自体は、ポリのタンクカバーに、内側の本物のタンクもポリだ、ポリの二重タンクになってる感じですね。で、シートカウルも、なんか転んでもカウルというよりは、なんかこうちょっとね、これ自体がっていう感じので、シートは当然レーサーなんでスポンジシート薄いのがついてて、これね、乗るとやっぱりね、バイクの動きがすごくなんか分かりそうな感じがして、僕はね、ワクワクポイントですね、こういうところが。
そしてリアショックは890デュークと同じように直付けリンクなしのショックですね。で、これね最初マークかと思ったんですけど、このスプリングの塗装のチッピングをなんか全然色の違うペンキでタッチアップしてそのまま出荷してるあたりが中国工場っぽいですね。で、ステップは結構削り出しのパーツが多くて、こういうところもねテンション上げてくれます。ロッドの先もこういう部品も削りだし、さっき言い忘れましたけどマフラーのこのオリジナルのステーも削りで、こういう削りパーツ結構多いんですよね。そしてステップはね最初は可動式がついてきます。まあ、ミニバイクは結構転倒多いと思うんで、まあこれでもいいかなってちょっと考えてますね。でスイングアームは GP は、まあ、最初からアルミのスイングアームがかっこいいのがついてますね。こういうところは結構テンション上がります。でチェーンは多分ノンシールチェーンなのかなと思うんですけども、まあ僕はですね初めてですね、ノンシールのチェーンの車両は。でこれねコマがあのかしめるタイプじゃなくて、プレートでつなぐタイプのものがついてますね。こういうのも僕は初めてですね。でリアは120のタイヤが入るのがまあ普通だそうですね。でこのリアのメンテナンススタンド、これね、車体を買うとこれに専用のものがついてくるんでね、非常に便利です。タイヤもついててぴったりのサイズのものがねついてるんでいいですね。フロントスタンドもそのうち欲しいなという感じですね。でまあリアブレーキもメッシュホースが入ってて、まあ片押しワンポットかな。ブレーキパッドめちゃくちゃ分厚いんで相当交換することはなさそうですね。まあこんな感じでしょうか。で当然まあこのメンテナンススタンドをかけるフックがスライダーにもなっているという感じですね。前と一緒ですね。まあざっとですけどもこんな感じの車体になってます。まあ、全体的にはやっぱ中国生産の粗い部分もあるんですけども、まあ、設計の良さ、それからまあ各部パーツのね削りのパーツが多くて、目でも楽しむことができるっていうところが特徴かなと思います。はい、それでは初乗りの様子を見ながら語っていきます。まずは何といってもこれ、サイドの前方から排気ガスが排出されてて珍しいですよね。でこの日はですね外気温が8度止まりとめちゃくちゃ寒い日だったんですけども、まだ新車の慣らし運転ということで、まあ、飛ばすわけじゃないので、まあ、8の字でね距離稼いでオイル交換しようということでねやってきました。はい、これがね最初に乗った瞬間の映像なんですけども、まず最初に乗って思ったのはですね、ハンドルが警戒を通り越してちょっとフラフラするなという印象でした。これはですね前半に語っているフロントホイールのリム幅が細いものに対して110サイズのフロントタイヤが入っちゃってるということで、タイヤが少しとんがっているということと、まあキャスターの角度の関係なのかなというふうに思います。ただですねステップ位置がめちゃくちゃいい位置に来ているので車体の抑え込みは効きますので、まあ、下半身でマシンをホールドして一時旋回放り込むときにハンドルのこのふらつきがですね悪さをしない範囲でこうバイクを倒していくっていうのをね探る練習をしながら走っています。次にタイヤなんですけども、新車時に履いているタイヤは全く信用できない感じですね。全然温まってこないしグリップもしないし、慣らし運転のこのねゆっくりした速度でも簡単にタイヤがブレイクしてしまうので、まあ、結構おっかなびっくり。とにかくバイクをバンクさせずに、なるべく浅いバンク角でこう曲がろう曲がろうとね頑張って走ってる感じになっています。ブレーキについてなんですけども、まあ、フロントブレーキは最初ですねやっぱり新車ということでパッドの当たりも何も出てなくて、思ったより効かないなと思ったんですが、まあ、何度か急制動を繰り返しているうちにですねパッドの当たりが出てきて、まあストッピングパワーとしては十分なものがついているということは確認できました。
ただですね、コントロール幅が少し狭いような印象で、まあ、これはマスターをラジポンに変えたりすると印象が変わるのかどうか、ちょっと今後のね、楽しみにしたいと思いますけども、ジャックナイフはできるんだけどもストッピーがやりにくいというようなね印象でした。最後に鳴らし状態でのエンジンについてなんですが、自分の GP157 と SM155 というのは実はねこれ同じエンジンなんですけども、モタードの方はサイレンサーのバッフルが簡単に抜ける構造になっていて、この日早速抜いているわけなんですけども、乗り比べするとですね、バッフルを抜いた方がどうやらねピックアップも良くなるような、そんな感じがしました。で、自分の GP157 はちょっとバッフルが抜きづらい構造になっているんですが、今後ですね何とかしてちょっとバッフルを抜いてみようかなと今考えているところです。まあ、鳴らしが終わってね上まで回した時の感想はまた後日ということになります。今日はこんなところでおしまいです。